そっか。そう、ここはでも結構影になるから。失礼しました。ごめんなさい。皆さんこんにちは、ヘアスタイリストのしゅうこです。今日はメイクアップアーティストのみちるさんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、みちるさんに、ベースメイクと眉毛のポイントメイクっていうレッスンをやっていただいて、で後半でまたあの今年のトレンドメイクだったりとかっていうのをやっていこうと思っております。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ベースメイクですね、はい、まずベースなんだけど、はい、しゅうこちゃん結構いろんなベースメイクをやられてますよね。確かに、はい、なんですけど、ちょっと今日はアイテムとして私がいつもお仕事でお世話になっている MIMC というミネラルコスメがあるんですけども、大好きです。こちらの方の、はい、商品を、はい、ベースメイクってやはりなんていうのかな、肌に負担がかからないものっていうのを、うんうんうん、私はちょっと選んでるんですね、うん、なのでちょっとそうスキンケア成分、あ、へえ、いいですね。そうなので要はファンデーションなんだけども、うん、石鹸で落とせる、あ、クレンジングがないんです。へえ、すごい。そうベースメイクって、まあ、ポイントメイクはマスカラとかいろいろ皆さん、ね、うんうんうん、そうですよね、落ちたくないから多分いろいろ使うと思うんですけども、うん、ベースメイクはやはりちゃんと肌に長時間のせてても安心なもの。いや、いいですね。そうなんです。たまにその寝ちゃったりする。そうそう、寝ちゃっても大丈夫。大丈夫。すごい、そうすごいぐらいの成分でできてるので、なんかそういう肌に負担のかからない、長い時間でも潤いをずっとこう閉じ込めておけるような、今日はベースメイクの MIMC を使ってやります。楽しみです。まずじゃあちょっと肌の方を見ていくんですけども、はいはい、しゅうこちゃんの肌って結構すでにもう綺麗なんですよね。嬉しいです。はい、綺麗。あんまなんかやることないんですけども、はい、なんかファンデーションっていうと普通みんななんかシミとか、あと赤み隠すっていうマインドでやるじゃないですか。そうですね、隠すってマインドでやるとファンデーションって絶対濃くなるんですよ。あ、そう。だからマインドは隠すっていうマインドじゃなくて、素肌を生かすっていうのがあるので、まずベースメイクを作ってもらって、隠すのはコンシーラー。なるほど。コンシーラーで隠しましょうっていう感じです。でそうすると素肌感があって、ファンデーションを厚く塗ってるっていう感覚じゃなくて、確かに素肌が本当に綺麗なんですよねっていうような、いいですねそれ、はい、そういうベースメイクを作っていきたいと思います。楽しみです。はい、ちょっと触って、まずね、こうちょっと自分の肌を確かめて、朝起きて、まあ、みんなベースメイクやると思うんですけども、なんかそのままほら、ダダダってやっちゃうと、こういうところに余分な油分とかが残ってたりとかする。それがね、崩れの原因になっちゃうとかする。一回自分の手で確かめましょう。でも結構今日すぐじゃバックしてるから潤いがちゃんと、はい、今日私はパックをしてオイルをつけて、あの軽く塗ってみちるさんが来るまで待機してました、はい、と今そういう状態、そういう状態です、はい、で少しだけ頬のところは、うんうん、ツヤ感とかそれも出したいので、うんうん、でこういうちょっとバーム系のものがあるんですけど、バーム、はい、スキンケアバーム、これ MIMC の、ハーブバームって言われてるもので、へー、こういうパッケージに入ってて、もうスル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 っと肌の表面を滑らかにさせてくれるものですね。これをリップバームとかじゃないんですか、ね、でもそうリップバームにもどこでも使える。まずこのツヤみたいなのを先に塗っちゃうんだ。塗っちゃうんです。でここが一番乾燥するところ、もうこの辺はもう油分がもう十分にあるんですけど、今触ったら、もうちょっとこの頬の周り乾燥感じるのって結構頬のこの辺に感じないですか、頬とかね、うん、あとまあ目の下とか、目の下、そう、目の下はただ油分がオイルつけてたりとかすると溜まりやすいので、でも今大丈夫です。はい、だいたいもう触ってまんべんなく潤ってるなって。ここでぬる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 滑っちゃうとベースが崩れちゃうので、こう触ってピタッとこんな感じで、なるほど、差し替えます。はい、でその後にあれをやります。カラーバーム、あ、ここでコントロールカラーを使います。コントロールカラー、はい、コントロールカラーってあんま使ったことないでしょ。あんまりないですね。ないでしょ、みんな大体ここでファンデーションだったりとか、あ、まあ、ベースメイクでちょっとスキントーンアップするんですけど、これベースメイク代わりになるんです。なるほど。下地にもなる。これがもう下地になるんですね。ここでもう色補正しちゃうんですね。なるほど。で例えば、はい、しゅうこちゃんの場合は、肌に少しこう、小鼻の周り黄色い、
とか黄色ここ黄色じゃない赤みがちょっとここにあとここにもちょっとだけ赤み、うん、でも赤みがあるのはその辺ぐらい、うん、その辺を、カラーバームで少し色補正していきます。でコンシーラー使わないのはそこの部分が厚くなっちゃうから、うん、なるほど。そうなのでこういうで緑じゃないんですか。そう赤は黄色じゃないと消せないんです。黄色が一番消せるんです。え、みんな緑だと思ってません？え、緑が明るくなっちゃうんです。そうなんだ。そうへ、だから明るくなっちゃうから余計そこの部分が明るく見えちゃうでしょ。確かに確かに。赤みは黄色が補正してくれるんです。そんなにカバー力ないんですよこれ。なるほど。でもそれがいいの。カバー力がありすぎるとそこの部分って浮くんだけども、あ、ほんとだ。カバー力っていうよりは確かにさらっとこういう感じ。へー。でこれまあ下地になるのでちょっと本当にワントーンちょっと明るくするぐらいです。うん。でその後にパープル、パープル入れます。パープルどこに入れるんですか。くすみを飛ばしてくれる。あ、すごい嬉しい。でも明るくしたいのってここの頬のこういう面のところとか、あとまぶたの上ってちょっとくすみやすいじゃないですか。色がね、心臓沈着してる人も多いですね。これがパープルであのポイントだけでやっていきます、はい。でこのパープルを自分にパープル作ったことないの。ないないですね。それでだいぶもう作業の方の印象とかあるはず、はい、います。じゃあ、本当だ、全然違いますね。さらっと、もう全然肌ノイズがなんか一枚ベールかけたみたいになる。綺麗になりましたね。なりますよ、ね、なりました。はい、これぐらいでいいんですよ。パープルとイエローですごはい。まあ、置きたいところって、うん、みんな高くしたいところってこの頬のこういう面のところ、うんうん、確かに。あとまあ顎のこういうところ、うんうんうん、さっきあのイエローで少し赤みを抑えちゃってるので、うんうん、この辺は、はい、少しこんな感じで色補正をしてあげて、うん、あと、ね、この辺の鼻のこういう高くしたい、あ、したいしたい、したいしたい、そうそうそう。この辺もからコントロール薄く本当に、はい、あのワントーンぐらいしかカバーしないんだけどそれでいいぐらいなんですよ実は。うん、はい、はい、ああ全然違いますね。すでにこれがベース下地、下地ます。これが下地。へえ。じゃあファンデーションを塗っていきます、はいはい。ファンデーションはリキッドリーファンデーション。リキッド、はいはい、リキッドなんですけど、ここでむしろ形ピュッと出てきました。こんな感じで出てきます。そう、あの1回だからピュッて出てるってことはもう本当にここに空気が入ってない、はい、素晴らしい。酸化してないんですよファンデーションが。フレッシュなので、フレッシュ、フレッシュ、ね、フレッシュなままでお肌に。ありがとうございます。フレッシュなやつを肌感と透明感と、はいはい、潤いを届けます、はい、なんかすごいすごいいろんなもの届くいろんなもの届きます。ここのまず選び方として、うん、ちょっとこの後ろのこの顎とここの境目のところでチェックしてほしいんですけども、ここら辺の合うかなっていう形を色をここで大体見てもらうと、あ、ここでちょうどいいなっていう色がこの辺という感じ。ここでまずチェックするとファンデーション選ぶとであの明るすぎないとか、うん、暗すぎない。なるほど、うん、この辺の明るいところにも選ぶといいです。はい、分かりました、はい、でこれをちょっとスタンプ塗りしていきます。スタンプ塗りは手でいいんですね。もう手でトン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 ってこんな感じで重なっていきます。簡単、もう簡単で、この後に一回余分な油分も取っちゃうんで、スポンジを使うんですけども、うん、だいたい手でつけてからスポンジを使う。一番なんかカバーしたいのってこの辺のやっぱ面の部分、うんうんうん、でこの辺はもうヨコちゃんの肌綺麗なのでその辺のいらないところだけスポンジで伸ばしていきます、うんうん、なるほど。そうで目の下のところとか少し赤みがあるところとかは、うん、コンシーラーで後で少しカバーしていく。こんな感じで手でつけて、手でつけて、そしてスポンジで、うんうん、この余分な部分を少しこう伸ばしていく。なるほど。
伸ばしていきながらちょっと取っていくような感じ。あ、へえ、うん、まあ、ここら辺はもうグラデでグラデでファンデーションからなくすって感じで伸ばしていくんですね。へえ、このスポンジってやった方がいいですか、やっぱり。スポンジはやった方がいいです。そうですよね、すぐね、一手間。あのね、美容はこの一手間がすごく大切なんです。そっか、まあそうですよね。そうなんです、それだけで全然変わりますもんね。一手間をかけてあげるとちゃんと綺麗になる。一手間かけます。はい、かけます。はい、手間をかけてね。はい、はい、で、その後にコンシーラーいきますね。はい、でコンシーラーはこれの MIMC のホワ、イトニングコンシーラーって言って、この3色入ってるパレットを使います。はい、で、なんでお世話になってる、はい、使ってる、これみちるさんに使い方も教えてもらって、はい、教えましたね。はい、使ってます。ありがとう、ありがとうございます。これは SPF 入ってるんですよ。あ、これ入ってたんだ。そう、知らなかった。入ってるし、はい、美白ホワイトニングなので、うん、つけながらにしてホワイトニング効果が出ます。えー、すごい。ビタミン C 誘導体がここにはもうすでに入ってます。すごい。つけながらにして綺麗になりそう。そうなんです。ただ本当に全部本当スキンケア成分が出てきてるっていうのが特徴的なんですけども、いいですね。この中にチップがこう2種類入ってて、このチップも、うん、こういう丸々なのと細長いの、うん、これを両方使ってやります。はい、で、まあ、しゅうこちゃんの場合はちょっとこの辺に少しシミがあるぐらいとか、うん、あとまあ目の下の少しくすみとか、うん、なんかその辺のちょっと気になるノイズだけをカバーしておきます。はい、でそういうところは、このオレンジ色を使って、はい、うん、気になるちょっと重ねていく感じに、上から今オレンジ色を下につけました。はい、オレンジ色つけるとちょっとオレンジ少し浮いてるの分かる？あ、分かります。ちょっと浮いてるでしょ、オレンジって、うん、なってますね。肌なってるよね。馴染んでない。馴染んでない。ちょっとこうでも、うん、シミは隠れてる。確かに。じゃないですか、うん、今この少しシミのノイズって、うん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 、なんかそういう風にちょっと自分のマインドを変えてあげないと、うんうんうん、メイクはファンデーションがどん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 濃くなっていっちゃう、お面みたいになっていっちゃうので、隠そうと思うとどんどん厚くなるじゃないですか。確かに、のっぺりしちゃいますよね。のっぺりしちゃうんです。なので隠すんじゃなくて素肌を生かす、隠すのはこのシーン。それから今度はこのベージュ色で重ねていきます。はい、オレンジ上に、オレンジの上に、オレンジの上に重ねていきます。はい、そうするとポン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 ですね。ポンポンポンはシュッちゃん見てもらうんですね。はい、今重ねてるで、ここの、はいはいはい、分かる？今重ねたエッジの部分、うん、エッジの部分をぼかしていくの。周りってことですね。そう、周り、ぼかすの周り、はいはいはい、真ん中ぼかしちゃうと、はい、シミが取れちゃう。そっか、じゃあこの真ん中のとこは、真ん中のところはそう、ベージュを乗せてオレンジ乗せたらばベージュ乗せるんですよ。トントントンだけ乗せるだけ。あ、ここで周りをぼかす。ぼかす。なるほど。ちゃんとここの中のところはそのまんまなのに、周りはちゃんとぼけてるっていう感じでカバーできますね。こういう風に重ねていく、この3色を少し重ねていって、すごい。そうするともう、バーン。消えました。消えます。重ね使いすごい。そう、だから2色とか、あとまあ3色あるから、この肌の自分の色に合わせて、合わせて、ミックスしていく。色が白い人はちょっと明るい色混ぜて。明るい色混ぜて。なるほど。こんな感じでベースを取る。私、この、こういう色って、クマ隠しにしか使ったことなかったでした。あ、シミに。シミにいけるんだ。シミが知らなかったです。いいですね。でこういう3色やると、はい、なるほど、はい、でこの後に本来は、まあ、大体みんなベースメイクこれで終わりました、はい、だけど、うんうん、私の場合はチークを仕込みます。お、常に血色をここでも仕込んじゃいます。なるほど、はい、いろいろ仕込みますね。仕込みだね。すごい仕込み、はい、いや、なんか一手間だわ。一手間ここで血色を仕込んで、これが、スキントーンなんですけども、チークは、後からもう一回自分の例えば使いたいチークとかなんか重ねていくんだけども、うん、ここは本当に自然な血色にしていく。今もう本当に顔色がただ単純に悪い人っていう風に見えちゃうと思うんですけども、うんうんうん、ここもチーク入れることで肌ってすごくもう
ふわっ明るくなってくるので、る自分の顔でどういう風なメイクをしたイメージが大体湧いてくるんですよ。へー、ここでここで、なのでチークは本当に赤くなくて、はい、限りなくベージュに近くて、うん、ほんのりの色を選びます。確かにベージュっぽい、はい、これがなんかベースコントロールの色なんですけども、はい、この辺の色とか、あとサニーピンクって01番、05番、はい、この辺の色を、赤みを少し刺すことで血色をアップさせるような色にしてます、はい、これをどっち使うんですか？どっちにしようかな05番にします。05番、はい、でチークブラシを使ってもいいし、うん、指でポンポンポンってやってもどっちでもいいんですけども、うんうん、私はいつもこのブラシで、うんうん、なんていうのかな、このフサフサっとしてるやつ、ね、これで、ファンデーションと今もう上からのせるっていうファンデーションとミックスさせちゃう感じで塗ってきます。へー、で塗るところはもう小鼻の脇、耳の下、はい、耳の下、この一番このチークボーンの下の丸いところ、はい、チークボーンの下の丸いところ、はい、ここボーンの下のこの丸いところに入れていきます。これも基本の大体場所ですよ、ね、うんうんうん、でみんな大体この辺のこんな感じでポンポンってつけちゃう。意外とこの色ついた、意外とポンってつかないと、つかないと思うんだけども、うん、これでついたポンポンってこんな感じでつけて、はい、こんな感じでポンポンつけてます。でもここから今度はファンデーションとブレンディングしていきます。なるほど、ブレンディングぼかしていきます。どん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 周りをそうやってぼかすんだ。周りをそうするとファンデーションともう一体化していくじゃないですか。確かに、もうこれだけで結構ふわっと自然に、自然に、で例えば目の下がこうしなんか元気ないわっていう時のために今のこのチークをもう目の下のところまでもう薄くにぼかしていってもいいです。すごい、ちゃんともう肌が一体感になってるの分かりますか？こちらはちょっとチークの色が残ってます。確かに確かに、こちらは今は一体感になってるでしょう。一体化した。この辺はもう自分の好き好き、なるほど、うん、あまりチークの色を出したくなければもう目の下のところまで伸ばしていってもいいし、もうそれだけでももう肌のスキンフォーってすごく明るくアップしてるので、うん、してます。すごい、しんちゃんの場合はなんかあんまりチークの色はなくてもいいかなと思ってるので、うん、こんな感じで少し上まで。なるほど。でも私はこの上までこう伸ばしてる感じのトーンすごい好きです。いいでしょ、すごいいい、いいでしょ、すっごい馴染みますね。馴染むでしょ、うん、これはこれはなんか隠し技って感じこれでベースメイクが出来上がるんですけどもすごい今、はい、だいたいふわっとなってます、はい、ここでベースメイクの仕上げとして登場してくるのはこのシルクパウダー。あ、噂のやつ、シルクパウダー、ね、新しくっていうかこれ実は限定で、そうなんだ、冬に出てたやつなんです。あ、そうなんです。これあれですよね、これを塗って寝てもいいんですよね。はい、大丈夫です。そう、なんかっていうぐらいつけると綺麗になる魔法の粉、魔法の粉そういうイメージ、はい、これを、まあ、ブラシで私の場合は軽くこのぐらい先になじませてもらって、はい、この方でワンクッション、はい、で一番まあ油の浮きやすいところだけ、あまりもう本当にもうお粉はつけなくて、うん、今ちょっとこの辺のテカリの消えたらいいなっていう、この眉毛のここら辺結構テカるんですけども、テカってピカってなるよりはサッという感じで、はい、であと小鼻の周り、うん、この辺とかもあんまりそんなにねいらないじゃないですか、うん、でここはもうこのまま残したい、うんうん、あとこの辺の目頭のところってこうちょっとテカったりとかするんで、こういう目頭のところとかとちょっと目つけてください。あとさっきまぶたに最初にカラーバーグをつけましたよね、パープルつけた、はい、これをこれワントーン、その後ってファンデーション上に乗せましたっけ？乗せてないです。あ、そうか、目の方は目の方はそれだけ、それだけなんだ、それだけです。へぇ、乗せないこれ中です。なるほど。もうつけてるのはもうこの辺と小鼻、あとちょっと顎の下のこういうところも油が溜まりますね。これぐらいで出来上がりです。すごい、なんかもう本当にごくごくこの辺はツヤ感を残したまま、でもピタッとしてるので崩れにくいです。本当だ。てか本当になんかいろんなところにこうつけ回さないっていうか、そうそう、ポイントポイントでちゃんとポイントポイントでパーツパーツでなってますね、はい、すごい。へー、
って目の下は後からあのベースメイクやるので、はい、あの今これはベースメイクではもうここのところはあまり下はいじらないです。いじらない、うん、すごいすごい仕込まれた、はい、匠の技仕込んでいただきました。匠っていうかでも、ね、結構、うん、あのしゅうこちゃんあんまり本当にカバーするところがすごい少ないのでツヤ感とあと透明感を意識しながら、でもやっぱ透明感すごい出てる感じがしますね。血色もやっぱり最後のこの技すごいですね。これのでしょ、はい、そうするとこれだけでももうなんかいい感じに、うん、なりますね。十分今日はですね、みちるさんにベースメイクのテクニックをたくさん教えていただいたんですけど、次回はですね、眉毛のポイントメイクを教えていただきたいと思います。はい、眉毛難しいですもんね。メイクが一番難しいです。そうですよね、一番難しいです。やっぱそうですよね、個性がすごい眉毛があるので、うんうんうん、確かにそうですよね。楽しみです。私眉毛すごい毛が薄くて描くのがすごい難しいのですごい楽しみです。次、はい、よろしくお願いします。頑張ります。お願いします。ということで次回また皆さんお会いしましょう。はい、楽しみに。バイバイ。だって本当に何使うか決まってない。いっぱいありますもんね、いっぱいあるんです。発売のどれぐらい前に送られてくるんですか。早いところだと、うん、例えば今年発売なんだけど、うん、去年の年末ぐらいからもう売られている、うん、だから冬なんだけども、まあ、冬っていうか、うん、やっと冬が来たのに、うん、もう春早い、うん、みたいな感じになっちゃうと、うんうん、かなりもう早いですよね。半年、まあまあ、ワンシーズン前から、うん、早っ、すごいな。気が早いですね、みんな。みんなもうせっかちです。せっかちですね。